はい、こんにちは、僕です。ソウルハッカーズ続きをやっていきましょう。前回に引き続きネオン事項なんですけれども、前回結構ね、戦いがしんどくなってきたなというのを感じていたので、新しい仲間をね結構作っていました。まずこのナルキッソスとタクヒ、この2体がね結構強そうな悪魔だったので、作成しました。ナルキッソスはタルンダも持ってるし、回復を継承して、かつこのアイオンの雨っていうのがね全体の氷結属性の魔法になってちょっと強かったので、ナルキッソス採用しました。で、あとタクヒですね、こいつもねメディアとディアなんですけど、回復を持ってる悪魔になっております。どっちもねちょっと後ろに配置する感じの悪魔で考えていて、あとねカタキラウアもね作成しました。結構無道のヒット率がね高いので、できる限りバトル回避しようと思ってね、合体で作りました。あとヤカーとかブフーラモチ、ちょっと1段階ね上の攻撃魔法を持ってる悪魔とかもいたので、その辺をね用意しておりますね。そんな感じかな。ペレとかいたりするんですけれども、ちょっと進める前にネメッチンを確認したくて、リンソールが600溜まってますんで、さらにね進化させていきたいですね。これどうやらね1日に1回しか進化できないみたいなんで、定期的にね進化させていきたいですね。次はどんな姿になるかな。ヘビから何になるかな。どうだ、俺人間に一歩近づいてきた。タコ、そんな声なの。より多くの悪魔を呼べるようになった。タコになりましたが、ヘビからタコになるんだ。何をしたいか選びな。声まで変わっちゃったよ。ネメッチンを一番最初の形態に戻します。いや戻さない戻さない。戻すこともできるんですか。手動で形態変化の下に形態初期化っていうのが増えたんだ。ディーソウルでの成長は1日に1回だから、また明日進化させたいかな。これなんだろうな、戻すこともできるんですね。んで、猫股とジャークフロストが増えましたね。ジャークフロスト僕好きなんですよね。ぬいぐるみも持ってるぐらいなんで、どうなんだろう、強いのかな。山、ジャークフロスト、ブフ、ムドラン、大暴れ、火災烈風波だって。それ魔法なのか。で、猫股はこれデビルサマナーの方の猫股のフォルムグラフィックですね。ちょっと攻略、待って、他にも増えてるのか。ドーマン、下道ドーマン、下道なんだ。下道ね、ダークかデシルフね。これデビルサマナーのシルフなんですけど、ちょっと本作見ててすごくがっかりしたところがあって、あるかな。ソウルハッカーズになってシルフのねグラフィックが変わってたんですよね。見れますね。ほらこれ、俺がね本作のシルフらしいんですけど、僕シルフすごい好きな悪魔だったので、すごい残念な気持ちだったんですが、ネメッチーから召喚することができるんだ。なるほど。いや、そんな感じで、進んでいきますか。どう？進んでる？あ、シックスがいる。シックス、あんたなんで一人なの？ユーイチは？まあ、ちょっと聞いてくださいよ。あいつ、ほんとトロくってさ。また別行動してるの？足でまとい。だから俺ガツンと言ってやったわけ。しっかりしろってさ。そしたらへそ曲げやがってさ。分かったよ、帰ればいいんだろ、シックスとバカ。でもあめいて帰っちゃったよ。いや助かったよ、あいつがいたら命がいくつあっても足りねえ。あんたやけに余裕じゃない、怖がりのくせに。なんか裏がありそうね。ねえっての裏なんて。分かったわ、さっきランチが言ってたのと同じで、ここも悪魔が出ないんでしょ。ここは悪魔出ないのか。絶対そうだよ、怖がりのあんたがこんなに強気だなんて、そのくらいしか理由が考えられないもん。あんたずーっとこの辺をうろうろしてりゃ済むと思ってるでしょ。本当に怖がりなんだから。うるせえな瞳。俺はあんたやこいつと違って頭脳派なの。あんたらみたく悪魔にかかと落とし決められるような肉体派と一緒にしないでくれる。いや
元に決められるかどうかは知らないけどさ。ま、ほんの例えよ、例え。さて、いつまでもあんたらと遊んでる場合じゃないし、もう行かないとな。じゃあな。どこに行くんだ？で、これまた落とし穴ですね。落とし穴があるのか。で、この外周、あれ？こっちも落とし穴？さっき向こうのモニタールームに何かが入ってくのを見たんだが。モニタールーム？それがロボットみたいなやつでさ。どこだ？見間違いだとは思うんだが、電源が切られたり通路が壊れたりした後だろう。気持ち悪くてね。4階まで来ましたけど、どっちも落とし穴で先進めなくなってますね。これ落とし穴落ちるべきか。行ってみようか、とりあえず。まあ、下に落ちるんだから3階だよな。3階、あ、いや、このまま、エレベーターで2階に行きましょうか。今、新月だから、すげえ確率で不意打ちをされるんですよね。結構新月の影響とか受けますよね、本作。陣形はね、変えられてしまうのがめんどくさいなと思ってて。でね、結構ダンジョンをうろうろしてるとき、なかなか月齢が進まなかったりするので、しばらく、不意打ちを何度もバックアタックされてしまうっていうのをね、しばらくやってましたね、6倍で。そしたら2階のここですね。第2エレベーター。入れるようになってる。ここから上の階に行けるのか。3階にも行けるし、4階にも行けますね。とりあえず3階から確認していきますか。あれ、3階のどこに出てくるんだろう。3階、あ、これ3階も上と下に分かれてる感じだったのが、広いぞ。壁に何か書いてある。立ち止まるな。え、何それ。立ち止まるなってどういうこと。宝箱ありますね。地返しの玉。ちょっと待って、下のマップに落とし穴アイコンがついたんだけど。でも通れましたね。立ち止まらなければ大丈夫ってこと？まっすぐ行く？あ、落ちた。立ち止まると落ちるのか。あれ、しかも待って、これどこだ？1階のまだ行ってない場所があったの？落とし穴で落ちないといけない場所があったんだ。うわ、まだ探索時間かかりそうかな。いや、もう4回探索してボス戦やって今回のパートは終わりかなぐらいの気持ちでいたんですけど、そんなに甘くないですね。思ってたよりもここの自動車工場広い。あれ、下のフロアがあるのか。1階は全部で4つのフロアに分かれているってことなのか。さっきの2階の落とし穴エリアちょっとやだな。立ち止まったら落ちるっていうことなんですかね。あ、ここに扉があるんだけど、あれ、それどうやって行くんだろう。開かない扉、非常口みたいな扉が確かにありましたね、1階に。あそこから出れるのかな。一方通行になってるってことかな。待って、アークエンジェルできれば仲間に入れたいんだよな。やつは天使のアークエンジェル。私にお任せください。何になる喫茶す。交渉中。仲間が交渉してくれるの？成功です。天使アークエンジェルは仲間になりました。そういうこともあるの？仲間が代わりに交渉してくれるんだ。何なんですかね、それ。あ、これで帰れる。あ、戻ってこれました。あ、一方通行はマップ上だとそういう表示になるんだ。片方しか通れないっていうのがわかるようになってるんですね。ああ、どうしようかな。今、3階を確認しましたけど、先に4階も確認したいかな。いいか、とりあえず3階から順番に確認していきますか。もう一回行ってみますか、ここ。立ち止まるなだから、立ち止まらなければ落ちないってことかな。落ちたんだけど。どういうことなんだ。ダッシュしなきゃいけないのかな。走り抜けなきゃいけないってこと。それあれかな。一回ここのダンジョンをクリアしてからゆっくりやってもいいんじゃないのかなって思ってるんですけど、どうですかね。前作と違って今作はクリア後のね、ダンジョンも再び入ることができるようなので、今無理に埋める必要はないんじゃないかなとは思ってるんですけど。一度4階の方をね、確認してみましょうか。ちょっと3階は一旦置いときましょう。
4階の下側から出てくるんだろうな、また。で、外側はやっぱり悪魔出てこない。あ、ノーエネミーになってますね。やっぱ外周がぐるっとなってる感じなんだ。行き止まりだな。ん？ちょっと待って、これなんだ？あ、モニタールームっていうところに来ましたよ。ここにいるんじゃないのか？そんなにいきなりたどり着かれても困るんだよな。ちょっともうちょっと4階探索してから行きましょうか。そこボスがいそうな気がする。ぐるっと回ってみた感じ。特に何もないかな。やっぱりそこら中に落とし穴がありますね。あ、ちなみに3階の左下の方はまだ行けてないから、その辺の落とし穴から落ちたらいけるのかな。いや、ちょっと一旦そこのモニタールーム先に行ってしまいましょうか、今回は。多分ね、このモニタールームボス戦があるんじゃないかと思うので、仲間を召喚していきましょうか、しっかり。誰呼ぼうかな。回復用の悪魔とかもいるんですけど、まあ、ナルキッソスがタルンダ使えるのと、誰かタルカジャ、あ、ペレがタルカジャ持ってるんですよね。からタルカジャ要員1人プラス、あと回復も1人ぐらいいてくれたらいいかな。ラクンダか。タルカジャとラクンダかけれたらいいかな。でもあと前衛だからな。ヤカ。ヤカは、こいつは火力要員。一緒に出せるんだ。ヤカ出していきますか。よし、じゃあ回復もして、MP は回復しなくていいかな。ナルキッソスの MP だけちょっとだけ回復しましょうか。こんな感じで向かっていきたいと思います。念のためね、セーブしておきましょうか。多分ボス戦があるんじゃないかと思います、ここ。え、随分かっこよくなってるな。やはり貴様は我々を騙すつもりようだ。貴様の存在は我が主にとって脅威となる。今度こそ貴様を消し去ってくれ。脅威、脅威って失礼。ネミッサが脅威になるかどうかはあんた次第よ。ムービス、あんたなんでネミッサのことを知ってるの？ネミッサを閉じ込めた奴を知ってるんでしょ？その主っていうのがネミッサを閉じ込めた。どうなのよ。我らが主を忘れたというのか。我らがってどういうことよ。私も関係ある。我らがってね、ミスさんも含まれてるんですかね。遠回しなのはたくさん。全部話してもらうわ。あんたが何者で、ね、ミスさんの何を知っているのか。記憶が失われたのか。それとも、いずれ目覚めるのか。貴様が消滅すれば。どういう理屈だ。まあ戦うしかないんですね。ムービス3回目のバトルですね。とりあえずロマカロルとかやっていきますか。で、ヤカーはブフーラでいいかな。エクストラ何かある。回転切りよりもブフーラの方がいいと思うんですよね。で、タルンダかけて、タクヒは、アイスブレスかな。これコスパいいですよね、アイスブレス。MP2 しか消費しないって強くない？で、タルカジャかける。ロマカロルと63か。ペジマが殴って79。戦闘プログラム、なんて書いてあったのか読めなかった。で、タルンダかけて、ラクンダも欲しいな、やっぱり。よくも言うと。途中で入れ替えようかな。同じでいいかな。ちょっと A ボタンの効きが良すぎるな、本当に。毎回思うんだけど。間違って A ボタン押しちゃいますよね。124も効いたよ。強いな。タルカジャの効果強いな。タルンダで、まだ敵の攻撃は何も飛んできてないですけど、ちょっと一旦同じでいいかな。なんか怖いな。で、タルカジャをかけても魔法が強くならないんですよね。どうやら本作はタルカジャと別でマカカジャがあるようなので、魔法威力を上げるには、
マカカジャをかけなきゃいけないみたいなんですよね。それちょっとショックでした。タルカジャで攻撃、物理も魔法も強くなったらいいなと。待って、今メギドって書いてあったけど、なんでメギド発動しなかったんだ。よくわからんな。いや、これでタルカジャ、タルンダ、4回ずつかけ終わったと思いますんで、パララマとかどうせ効かないだろうけど、ちょっとやってみようかな。いや、待って、ヤカーは別に、ブフーラのままでいいのか。んで、ナルキッソスは、これですね、アイオンの雨。これをひたすらやってほしいかな。ペレはギラオかな。燃えちゃえ。ペペチの攻撃300台。待って、なんで敵の行動が何も発生しないんですかね。どういうことなんだろう。これ一旦オートでいけるかな。燃えちゃえ。ペペ島の攻撃力がバカ高くなってる。セット完了だって。これターゲットロックオンされたから、こっから攻撃され始めるっていう感じかな。どうなんだ。意外と体力高い。アギラは効かないんですよね。今ね、ミスターはアギが効かなくて氷結弱点状態になってるんで、アギ系の攻撃であれば防げる。メギドはまずいだろ。ちょっと待て。ね、ミスターこれ自分で回復しないとまずいよな。スピード的に。メギド痛えな。で、他のやつの攻撃が全くね、当たってないよね。回転切りとかやってみる。やっぱりね、ミスターだけを攻撃してくる感じなのかな。アギラオ、アギラオって効いてんのかな。どうなんだろう。いや、ペペ島が殴ってればいずれ勝てそうな気はするです。待って、全体に来たな攻撃。待って、タルカジャをかけてるから。なるほど。ヤカーは下手に魔法使うより物理攻撃で、物理で殴った方が効くのか。そういうことか。メディアかけとこうかな。みんな物理何かない？ないか。ピアラマ。いや、体力高いな。なかなか終わりませんね。結構ダメージ。あ、オッケーオッケー。倒せました。こんなに苦労せず、倒すことができましたね。ペペ島どうしようかな。力上げるべき。速度上げたいよな。ネミスさんはひたすら魔力を上げるか。これでようやくムーイス決着ですかね。そもそもムーイスはどこから召喚されたんだろう。いや、なんか倒せてる感じじゃなくない？またサイバースペースに逃げ込むつもり？逃げられた。今度こそ逃がさない。行くわよ。行けるの？追いかけるの？ VR ツアーズ。何これ？ VR ツアーズって何ですか？何？この感じ。何かが私の中に入ってくる。え？ちょっと何？ミッサ自身も何なのかわからない。なんだこれ、誰だ。誰よこいつ。ここはどこなのよ。何を、一体何をやってるの。嫌なの。お願い消えて。何なんですかね。ムービスとネミッサって何なんですかね。どういうつもりか教えてもらおうじゃない。早く追いかけるわよ。追いかける。特に今僕の方では何も操作してないんですけど、ひたすらまっすぐ進んでいく。あ、これがムービスなんだ。右半身がなくなってません？いたわね、ムービス。ここまで追ってきたのか。これはあんたのおかげよ、ムービス。
あんたがひとみちゃんに取り付いた時、ネミッサにもこの世界に入る力が身についたの。記憶を失っているのは確かなようだが、その力は身についたものではない。俺はすでにその能力を持っているのだ。我ら、ちょっと待ちなさいよ。ネミッサとあんたがどう同じだって言うのよ。私の最後を見届けに来た。貴様は滅びを刺さるのだ。だが私は一人ではない。第三の私は必ず貴様を、そして マニトゥーは何なんだ。マニトゥー、ムービス、まだ聞きたいことがあるのよ。ムービス、ムービス。あー、これで終わりなのか。ムービスはきっとサイバースペースに入るのが精一杯だったんだわ。もうなんでよ。やっと手がかりをつかんだのに。でもネミッサ、ムービスはあなたを閉じ込めた人のことは知らなかったんじゃないかな。むしろもっと別の何かを。分かってるよ。あいつはネミッサの何かを知ってた。私が何者なのかを知っていた。記憶を失ってるって本当なの？そんなことありえない。私は私だもの。とにかくこんなところ早く出ましょう。なんか私嫌なのよ、ここ。工場に戻るわね。なんだかしっくりこない。ブカブカする。仕方ないわよ、ネミさん。きっとまたチャンスがあるわよ。とりあえずみんなと合流しましょう。もしかしたら心配してるかも。そこのサマナーさん。誰だ。あ、霊峰だ。あなたは霊峰。どうやらここに住み着いていた悪魔があなたたちが倒したようだ。なかなかやるじゃない。何、高みの見物ってわけ。私はここにファントムを調べに来たの。悪魔退治じゃないわ。悪魔いるところファントムありと思って来てみたんだけど、残念、空振りだった。あなたたちもその口かと思ったんだけど。それもあったんですけど、そのいろいろと。ああ、複雑な事情があるみたいな。特にあなたは、あなたからは二つのソウルを感じる。二つのソウル。しかも片方は一体何があったのかしら。どういうこと。ああ、ここであなたたちの素性を詮索するつもりはない。いや、ネミッサのことを言ってるのか。このままファントムに関わるつもりなら、あなたたちもあの人に会っておいた方がいい。誰だ。マダム銀行。マダム銀行。私たちクズの葉のお目付け。銀行出てくるんですか。あんたたちを信用しているわけじゃないのよ。なんでそんな人に会わなきゃいけないの。もちろん強制するつもりはないわ。だけどあの人はファントムのことをよく知っている。きっと力になってくれるはずよ。マダムは今ゴーマデンにいる。ゴーマデンにいる。話は私から通しといてあげる。ちょっとそんな一方的に。あっと、誰か来たみたいね。それじゃ私は失礼する。忙しいな。戦いは敵を知ることから始めるものよ。これはプロとしての忠告。じゃあね、バイバイ。スケロ君はいないんですね、一緒に。レイさん、不思議な人ね。ネミッサのことを見抜いていたみたいだし。やっぱりネミッサのことを言ってたんだ。確かに言われてみれば、私たちファントムのことをよく知らない。ああ、みんな来た。お、二人とも無事だったか。ユイチがいない。で、お前たちが言っていた悪魔は。やっつけたわよ。なんかしっくりしないけど。やっつけたか。それじゃあ何かファントムの手がかりになるようなものは。いえ、特には何も。
そうか。まあこれで君たちも襲われなくなるだろうし、全員無事なら何よりだ、うん、僕らもアジトに引き上げよう。雄一のことも気になるし。雄一大丈夫かな。ほっとけばいいじゃん。どうせまたケロッとしてるよ。お前が言うな。ああ見えても意外と繊細なやつだ。ねえ、私たちはちょっと行きたいところがあるの。ん、そうか、わかった。じゃあ僕らは先に引き上げていいよ。うん、じゃあとりあえずゴーマデンに行けばいいのかな。ネミさん、ゴーマデンに行くの？どうせそういうつもりだったんでしょ。ま、他に手がかりもないし。ありがとう、ネミさん。じゃあ行きましょう、ゴーマデンに。マダム銀行いるんだ。これ待って、もう一回入れる？大丈夫かな？あ、また探索できそうですね。なのでちょっとね、未探索の部分については録画外で、片付けておきたいと思いますね。たら一旦みんな下げておきますか。あー、新しい武器が売ってるな。攻撃力46でしょ。結構上がりますね。でも命中は下がる。気にしなくていいか。それぐらいだったらグラディウス買ってしまおうか。あと新しいヘルメット装備が出ますね。 SGE 防護マスク、視界耐久性、あ、いやそこはどうでもいいか。神経無効、魔力に弱い、神経系、まあ状態異常系ですよね。魔力系ってどういう、あの魔法のことを言うんだろうな。電撃無効、衝撃に弱い。2人とも同じ体勢にするのはどういかがなものかと思ってるんですよ。どうかな。新しい装備品、ここに来てたくさん出てきてるな。ちょっと買い替えるか。うん、金がないから、マグネタイトをとりあえず売りましょう。いくらぐらい売ればいいかな。5000ぐらい売っときますか。あ、待って、よく見たらこれ、装備条件があるんだ。耐久15以上が装備条件の鎧。うわ、今まだ多分装備できないんじゃない？耐久15なんて持ってないよ、2人とも。うわ、装備品の装備する条件とかあるんだ、ステータスで。一旦置いとくか。じゃあノーマル耐性、呪殺無効。あ、呪殺無効の装備なんて売ってるんだ。うん、力マイナス2だけど魔力プラス3だから、どっちがいいかな。呪殺受けたくないよな。でも対策はできるんだよね。はあ、ボス悪魔が無毒系を使うようならこれはちょっとありかな。雑魚悪魔であればなんとかなるから、無理してこう自殺無効をつける必要ないかな。こっちを2つ買っとこう。でヘシアンブーツ、これは特に耐性はないのか。体装備どうしようかな。防御力42って強いよな。買い替えておきますか。とりあえず一つ買っとく。一つでいいか。いや、もう一個買っちゃおう。今ね、ミスタが耐久8で、ペペジマ6だからね、しばらく装備できそうにないな。もうなんならその装備のためにステータスを上げるのもちょっといかがなものかと思うんだけど。もうでも耐久上げるのはありかなと思ってるから、ちょっと悩ましいところですね。まあいいや、一旦。新しい装備新調して、アジトに来ても特に何もないのか。よし、じゃあ一旦ね、切りも良いかと思うので、一旦今回はこの辺で終わりにして、また続きは次回やっていきたいと思います。次回ゴーマデンですね、行きたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。ではまた。